リーズはイングランドの北部にある都市。行政上はウェストヨークシャー州シティオブリーズに所属する。人口は78万9194人で、このうち中心部は47万4632人。ロンドンから鉄道で2時間15分の場所に位置している。羊毛工業が盛んで、産業革命時にはその中心地となったイングランド北部の商業都市。 イングランドで3番目に大きな都市と言われるが、街の中心から30分も車で走れば、牧草地に羊が群れて草をはんでいるヨークシャーの田舎の景色が広がる。国立公園のヨークシャーデールズは、イギリスの中でも主要なトレッキングスポットとして有名である。エア川沿いに位置する都市。近隣の都市としては、約1 5トル西に、ブラッドフォード。 3 5トル北東に、ヨーク、6 0トル南西に、マンチェスター、5 0トル南に、シェフィールドが位置している。中世、中期においては、農業が中心であったが、百年戦争が行われた14世紀、頃よりフランドルから毛織物の技術が持ち込まれた。チューダー町の時代には、羊毛、毛織物の生産で栄えたほか、交通路の結節点として、 流通拠点としての役割も果たした。ヨークシャーの紋章として白いバラが使われているが、これはヨーク家の紋章に由来するものであり、リーズ市内の至るところで見ることができる。かつてこの白バラを家紋とするヨーク家と赤バラのランカスター家が争った際には、この両家の家紋からバラ戦争と名付けられた。 ヨークシャーは白バラであるが、マンチェスターを中心とするランカシャー地方の紋章は赤バラで、今でも仲が良くないのは、こうした歴史的背景によるものである。実際、サッカークラブのリーズユナイテッドとマンチェスターユナイテッドの試合は、ローズダービーと呼ばれるほどで、ペニンサンで分けられたリーズ対マンチェスターは、イングランド内でも対抗意識の激しい2都市である。 リーズ・リバプール・運河産業革命の進展に伴って、交通網の整備はさらに進み、1816年には、リーズ・リバプール・運河、1848年には、鉄道が開通した。近年リーズは、北の首都とも最近は呼ばれ、金融経済の中核を成す都市として目覚ましい、発展を遂げている。19世紀来の羊毛産業が不振になると、産業転換を図り、 現在は IT、金融等の経済都市として成長を遂げている。経済史の調査によるとリーズはヨーロッパの都市で最も成長率の高い都市として認められ、観光面でもヨーロッパで注目度の高い都市として賞を受賞した。ビクトリアクオーターのショッピングアーケードかつては毛織物、綿織物産業で発展していたが、現在は機械、印刷、科学、 電子工学など様々な部門で工業の発展が見られる。銀行、保険会社も集中しており、金融都市としての性格も有する。ショッピングもリーズの経済に大きく貢献している。リーズ市内中心部にあるカークゲートマーケットはヨーロッパで屈指の規模を誇る屋内マーケットである。1884年にはマイケル・マークスがここにペニーバザールという名の、 小さな店を開き、後に世界的な有名チェーン店となるマークススペンサーの礎を築いた。カークゲートマーケットすぐそばビクトリアクォーターのガラス屋根のショッピングアーケードは19世紀の見事な建築物でファッションも際立っている。リーズ・ブラッドフォード空港はリーズの中心部から約1 1トル離れたエードにある国際空港。BA KLM, JET2.com, EGZ, Lion Air, Thomas Cook 航空 t い u i Airways が拠点空港として利用している。また、マンチェスター空港に到着後、リーズまで移動する方法もある。リーズ駅マンチェスター空港駅間は電車で1時20分ぐらいで、この方法も航空券の値段と考慮して選択すると良い。リーズ駅鉄道においてもリーズは 主要結節点となっている。シティの主要駅はリーズ駅である。リーズ駅はイギリスの主要鉄道幹線の一つである。イーストコースト本線のリーズ分岐線の北の終着駅である。鉄道路線が北はカーライル、東はヨーク、南はベークフィールドやドンカスターを経てロンドン、西はマンチェスターやリバプールへ続いている。ロンドンのキングスクロス駅から2時間15分。 スコットランドエディンバラからも3時間程度。地方路線では、ハロゲート、ブラッドフォード、キースリーとスキプトンの駅があり、リーズの都心、西部、北部など、近隣の街をつないでいる。イギリス各地から鉄道を利用することも可能である。クラシック音楽面では、世界有名リーズ国際ピアノコンクールが1963年より、原則3年ごとに開催されている。 リーズ音楽大学周辺エリアには、ウェストヨークシャープレイハウスとリーズグランドシアターオペラハウス文化施設が集中している。グランドシアターは1878年に開場された、現在オペラロースの本拠地となっている。1969年設立され、リーズを本拠地にしている、ノーザンバレエ団は、英国語大バレエ団の一つである。ノーザンバレエ団の本部ビルは、 フェニックスダンスシアター、ノーザンバレーアカデミーとリーズベケット大学の舞台芸術コースと共有している。ポピュラー音楽では毎年8月の最後の週末に3日間リーズフェスティバルが行われる。最も大きいライフ会場は13,500人の収容力があるファーストダイレクトアリーナである。リーズを中心にヨークシャーの伝統菓子として知られるケーキにパーキンがある。 キング・エドワード・ストリート、リーズ彫刻家のヘンリー・ムーアやバーバラ・ヘップ・アース。現代美術のダミアン・ハーストが学んだ都市であり、北イングランドのモダン・カルチャーの中核を担う都市として広く知られている。紅茶文化中心のイギリスにあって、リーズはカフェが街の至るところに存在しているのも特徴で、街にはカフェ文化が根付いている。それは、 モダンで刺激を求めるリーズ市民の性格からもたらされたものであると言われている。リーズには二つの主要な大学、リーズ大学とリーズベケット大学があり、多くの学生が学んでいる。1九百四年に建てられたリーズ大学のほか、私博物館、私美術館がある。アフリカ初のノーベル文学小作家であるナイジェリアの、ウォーレ、ショインカ、ケニアの代表的作家であるグギワジオンゴが、 リーズ大学に留学していた。街は学園都市としての性格が強く、夏休みの時期には人口が激減する。学生の消費活動がリーズ経済の主要な要素にも加味されていて、そうした若者の文化を反映してかナイトライフが充実しており、わざわざロンドンからクラビングするためにやってくる人も多い。ナイトクラブは週末になると、 学生をはじめ多くの若者で溢れかえっている。リーズアートギャラリーリーズ私立美術館には英国が誇る20世紀のアートコレクションが収蔵されており、ヘンリー・ムーアインスティチュートには古今の彫刻品が集められている。王立武具博物館1996年に新しく王立武具博物館が開設された。1610年に江戸幕府からジェームズ一世に贈られた。 ドーマル鎧を展示している。ハーウッドハウスハーウッドハウスリーズ近郊にある堂々たるパンラーディオ建築の邸宅ハーウッドハウスは初代ハーウッド伯爵エドウィン・ラセルズが1759年1772年に建設した。内装は新古典主義様式の建築家ロバート・アダムの作品、家具は人気の家具師トーマス・チッペン・レールによるものである。 18世紀中頃、ランスロット・ブラウンによって人工庫や運河を配置した風景式庭園に改造された。アーマリー・ミルズ産業博物館、グレード2に分類される博物館の建物は世界最大級の毛織物工場だった。現在の建物は1805年にベンジャミン・ゴッドによって建てられ1969年に商業用の施設としての役目を終えた。 リーズ市議会の手に渡り、1982年から産業博物館として開館した。リーズユナイテッドがリーズを本拠地とするサッカークラブチームである。1992年にリーグ優勝を果たすなど、1990年代においては代表的な競合クラブであったが、21世紀に入ると財政難から低迷、一時はサンブリーグに降格していた。 ヨークシャーカウンティクリケットクラブリーズライノズおよびヨークシャーカーネギーはヘディングリースタジアムを本拠地とする政府観光ありがとうございます